はい、今日は4月22です。22。はい。深海。まあ2つと言いますか、大きいのがありますね。まず一発目、岸本さんです。ポルトガルとイタリアですね。それをやった後に、美容系のね、大きい深海があるところもそっちは行ってきたいと思います。まあまあなんかいろいろと、まあ、とりあえずまずは岸本さん、はい、ご覧ください。どういうことかというと、これから、まあ、これ今日出しているその4種類そうですけど、これ全部左側のものなんですけど、まあ、3番目のやつだけはちょっと配信者にした、イタリアトスカーナですね。トスカーナカザロステさんの作るキャンティークラシコ2019年です。はい。ヴィンテージが2019の、値段が4100円です。はい、いいワインです。なんかね、このね、生産者はやっぱり下の気分もね、良かったんですけどね、こうね、真ん中、これ真ん中の気分なのかな。そうです、うん、ちょいさらに上とかありそうですね。レゼルバがありますけど、で今回ね、これやっぱ19年やっぱね、このねトスカーナの19年はね、非常に良い。でも19年ピーマンでもいいしな。やっぱりドライフラワー感と、うん、なんかこう、なんか果実、ネパッソじゃないですけど、なんか影干ししたような厚みというか。そうですね。なんか、メルロを 10% と書いてあるんですけど、スーパータスカン系を作ってて、その残ったメルロの絞りカスをまたぶち込んで、でそれで 50% というふうな感じしてるということなので、やっぱりそこにちょっと、まあ、30ベースの中にちょっと厚みを入れるような、はい、そんな感じの工夫をしてらっしゃいます。めちゃくちゃバランスいいですよ、ね、非常にバランスがいい。美味しゅうございます。これのね、上のキューベが17年が今回出てたんですけど、これが19年のやつが出たら非常に楽しみだなと、そういうふうに思わせてくれる素晴らしい生産者でございました。さあ、ソムリンポイントお願いします。ソムリンポイント4.2はどうでしょうか。いいと思います。これ本当にちょっとイタリアンのお店とかグラスで使ってくれたら最高にいいと思うので。これいくらだっけ。4100円です。4100円でしょ。で、まあ、仕入れで、まあ、8500円ぐらいでなんかこうボトルで売れると思うので、でグラスだと、まあ、これ2000円で売っちゃっても全然問題ないと思うので、めちゃくちゃ美味しいと思います。何食いて。これやカモかな。カモか。カモの、あ、でもそこまでがっちり焼いてるんじゃなくて、カモロース。カモロースいいですね。なんか普通にミートソースパスタ食いたくなっちゃったけど、本当にそういうのも絶対合います。絶対合います。トマト系はちょっと牛よりもやっぱ豚だね、非常に合うと思います。ういはい、ということで岸本さん終了でございます。ポルトガルとイタリアです。そうですね、さすが良かったです。ポルトガルもね、いいやつあったんですけど、ちょっと今回はイタリアでございました。あ、緑が綺麗ですね。新緑の季節でございます。気持ちいいです。はい、じゃあ次は美容行ってきます。はい、はい、お疲れ様でした。ちょっと未輸入が多かった。多いです。うん、なのでちょっと撮影自体もなんかやりづらいなってことだったんで、ね、今日はこれで終わりでございます。わちゃわちゃしてた。なんか撮っていいのかなっていうふうな、ちょっとうーんっていうふうな雰囲気もあったので、ということで今日はこれで終わりでございます。明日もあるか、深海な。明日は飯田さんですね。ありがとうございます。いろいろありますので、また美味しいワインね、お伝えできると思いますし、ちょっと、例えば声かけてくださった方もいらっしゃってね、そうです。非常にありがたいことでございます。ぜひね、ね、なんか、ね、ありがたいですね。あの、深海で僕たち見かけた際、ぜひね、お声かけいただければ嬉しいので、よろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。ありがとうございます。